全仏テニス、加藤美衣の失格問題、規則に基づいた判断、大会の統括責任者が会見、判断は、ビデオを見ず。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。テニスの四大大会、全仏オープンの女子ダブルス3回戦で、加藤美衣、ザイマックスなプレイ感にボールガールに球を当て、 危険行為で失格の処分を受けたことについて、大会の統括責任者であるモレスモトーナメントディレクターが11日、記者会見で、四大大会規則に基づた判断で、かなり明確と語った。フランスメディアが報じた。同氏は、多くの選手は不公平と言っている。一方で、ボールガールを7、8分泣かせる行為をした場合は、何か意味があると聞くと意見が分かれているとした。また、私はコメントを控えます。 なぜなら、判定を下ろした後にビデオを見ることは簡単だからです。判定はビデオを見ずに、運営責任者と主審の判断によって行われた。私たちは、非常に明確なグランドスラムのルールを参照にしていると説明した。加藤はこの失格による罰則で、ポイントと賞金が没収されている。また、一度は警告を言い渡されながらも対戦相手が主審に抗議し、判定が変わった点も物議を醸しており、 他選手からも失格を疑問視する声が相次いでいた。プロ選手協会も、不当な判定と加藤擁護の声明を出していた。女子ダブルスでの大きなショックを乗り越え、加藤は、混合ダブルスでは自身初の四大大会優勝を達成。失格の可能性があった中で、同種目に出場したことについて、同氏は、少なくとも彼女にとってポジティブだったと話した。放置新聞社、加藤美ーの失格に、 全仏 OP 大会ディレクター、ルールブックに書かれていること、女子テニス。全仏オープン。テニスの全仏オープン、フランス、パリ、レッドクレー、グランドスラムの大会ディレクターを務めるアメリモレスの氏は11日に記者会見に登場。女子ダブルスの3回戦で加藤ミイがボールガールにボールをぶつけてしまい失格となったことに関して言及し、これはグランドスラムのルールブックに書かれていることと述べている。 加藤は現在行われている全仏オープンの女子ダブルスに A、スーチャリー、インドネシアとペアを組み出場。しかし、4日に行われた3回戦です。ソリベス、トルモ、スペイン、M、ブズコバ、チェコ組と対戦した際、第2セット途中で加藤がボールガールにボールをぶつけてしまい失格となっていた。これに関して会見で質問を受けたモレスモ氏は次のようにコメントしている。 かなり意見が分かれているようですね。フィアじゃないという意見もあれば、ボールガールを7、8分泣かせたのなら、それなりの意味があるという意見も聞きました。なので、これに関してコメントをするつもりはないです。ボールガールがあんなに長い間泣いているのを見たら、何らかの判断を下さなければならないのでしょう。良いとか悪いとか、そういうことを言うつもりはありません。これはグランドスラムのルールブックに書かれていることであり、はっきりとしている。また、 混合ダブルスに出場させたのは大会側の判断であり、これも少なくとも彼女にとってはポジティブなことだったと思います。なお、加藤は女子ダブルスを失格となったものの、その後 T、ボイツ、ドイツとの混合ダブルスで優勝し、四大大会初優勝を成し遂げた。テニス365、ネット。